ネオ・サパティスモは、サパティスタ民族解放軍などの活動の背景にある、メキシコ発の思想。ネオ・サパティスモの思想は無政府主義、マヤ人の伝統、マルクス主義、エミリアーノ・サパタの思想、マルコス副司令官の思想に基づく。サパティスタは1994年のサパティスタ放棄と、それに続く、チアパス紛争で、チアパス州に小さな領地を有しており、 ネオサパティスモの思想を採用している。ネオサパティスモの公式な創設者は存在しないが、その思想は、マルコス副司令官とエミリアーノ・サパタの思想に由来している。ネオサパティスモの内容は、リベタリアン社会主義、リベタリアンマルクス主義、社会的無政府主義、無政府共産主義、無政府集産主義、無政府組合主義、地方自治主義、直接民主主義、 旧新民主主義に由来するとされる。ネオサパティスモとサパティスタの公式賛美歌は、サパティスタの歌である。ネオサパティスタ運動の旗。ネオサパティスモの名前の由来であるエミリアーノ・サパタは、メキシコの農本主義者で、プランテーションの土地を農場労働者に再分配することを求めて、メキシコ政府に対する反乱を起こした。サパタはまずプランテーション農場主の土地収奪に抗議。 したが、効果がなかったため暴力に転じた。土地裁分配はサパタが生涯追求した目標であり、現代のメキシコにおける、農本主義のシンボルとなっている。サパティスタ民族解放軍も、同様に、1917年メキシコ憲法で、定められたが、与党の制度的革命党が無視した、農地改革を要求した。EZLN は、政府と交渉するとき、 メキシコからの独立は望まず、自治の見求め、また、チアパス州の自然資源は、チアパスの住民の利益になるよう使われるべきと、主張した。ネオサパティスモは、基本的には、左翼経済学の理論を採用しているが、最もよく知られているネオサパティスモの思想は、資本主義グローバリゼーションへの反対である。そして、メキシコがグローバリゼーションを促進する。 北米自由貿易協定に署名すると、サパティスタはナフタがメキシコの先住民族に経済上の悪影響を与えると考え、反乱を起こした。ナフタの締結は同時にメキシコ憲法の第27条で定められたメキシコの先住民族に対する土地保障の廃止を意味した。サパティスタ占領地の経済は中産主義に基づくものであり、 労働組合主義を取り入れた共同組合制を採用している。生産手段は公有物とされ、特定の所有者や監督者は存在しない。すべての経済活動は地産地消で自給自足であったが、産物を国際市場で発売して資金を集める場合もある。その最も有名な例は、サパティスタのコーヒー共同組合であり、 サパティスタ運動に莫大な収入を提供している。また、サパティスタは、新自由主義に対抗して、自治と相互援助を実行している。サパティスタのコミュニティは、反制度的な健康、教育、持続可能な農業を維持している。サパティスタの共同組合は、年1回の労働者総会が管理しており、3年ごとに、新しい行政委員会を選出している。労働者たちは、 現地市場にも国際市場にも依存せず、共同組合への協力などで、製品やサービスに対する確率的な対価を得て、尊厳のある収入を得ることができる。この収入は時間が経つにつれて上昇する。労働者は共通した構造や技術支援を利用できる。労働者は共同組合の助けを得ているため、収入の一部を教育。 医療などの社会組織の自治プログラムに提供する。マルコス副司令官は自身の評論で冷戦を第三次世界大戦とし、新自由主義とグローバリゼーションが第四次世界大戦を構成していると主張した。彼はその評論で第三次世界大戦と第四次世界大戦を比較第三次世界大戦が様々な領域で様々な 激しさをもって戦われた資本主義と社会主義の衝突であれば第四次世界大戦はグローバルで常にとてつもない激しさをもって戦われる大きな金融中心地の間の戦争となるだろうと述べた。さらに経済のグローバル化は金融政策を通じて3害をもたらしたと主張した。これらの主張はサパティスタ全員が同意しているわけではないが ネオサパティスタ思想とネオサパティスモを影響した。ネオサパティスモの思想の起源となった人物。サパティスタのコミュニティ組織は無政府主義に基づいており、すべての決定は分散化された直接民主制でなされた。このように組織した最初の理由はメキシコの先住民族に自治政府を与えるためであった。 サパティスタ占領地のコミュニティが会合して、地方事務を投票で決定する議会は前期統治評議会と呼ばれた。直接民主制において、どんな課題でも議決にかけることができ、すべての議決は多数決で決められる。誰が統治するか、誰が投票できるかの制限は存在しない。1994年12月以降、サパティスタは占領地で徐々に、 サパティスト反乱自治行政区と呼ばれる自治体を形成した。これらの自治行政区の市民代表が前期、統治評議会の議員となった。サパティスト反乱自治行政区の総会は、週1回をもって、コミュニティの様々な課題に関する決定を下す。この集会は正式な官僚制度がなく、すべての市民が参加できる。 コミュニティが下した決定は選挙で選出される代表に渡され、代表は決定を代表者委員会に告知する責務を持つ。この代表は輪番制であり、不適任者の解任もできる。この制度はできるだけ多くの人々が意見を述べられることが予想される。サパティスタにおける軍事、指揮官には実質的な権力がなく他人に行動を強制することはできない。 軍事指揮官は革命の先人という位置づけであり、サパティスタを知らない人々を教育して、サパティスタのために戦うよう促す程度である。指揮官の一部は、サパティスタ運動のスポークスパーソンに過ぎず、マルコスなどより有名な指揮官は指導者の合意で作り出されたキャラクターである。サパティスタの兵士が残虐行為や不正行為を行った場合、 その兵士を攻撃することは許される。女性主義、ネオサパティスタの旗。ネオサパティスモでは女性主義哲学が重要視される。女性は男性と同等に見られ、ラモナ司令官やエリサ副司令官など女性でもサパティスタの指導者になれる。1990年代では反乱軍の3分の1が女性であり、サパティスタの死受層に至っては半分が女性である。 女性主義は西洋化の結果とされるが、マヤ族の女性は支配的な西洋文化とイデオロギーに侵されてきた。先住民族の伝統の復活と保全を試みつつ、西洋のイデオロギーを取り入れることに苦心している。先住民族女性主義は女性の登場と先住民族に注目、女性主義を達成するために西洋の思想を取り入れつつ先住民族の伝統から、 解決策を探した。サパティスタの女性は、ネオサパティスモの集団闘争にも、女性全体の闘争にも参加しており、サパティスタの指導者の一人であるアナマリアはインタビューで、女性が1月1日より参加しており、女性の闘争は、皆の闘争である。EZLN において、私たちは、自分の利益のために戦わず、メキシコに存在する問題、すべての不公平。 全ての終焉化、全ての貧困、メキシコの女性が受けている全ての搾取に対して闘争する。EZLN における私たちの闘争は、チアパスの女性のためだけでなく、メキシコ人全員のためであると述べた。西洋資本主義の影響下では、性別と労働者の役割の柔軟さが弱まり、先住民族の文化と伝統労働におけるそれよりも弱い。 先住民族女性の家庭経済への参入は、生計に関わる家庭労働が労働力による再現で代替できるようになり、家庭内の女性の権力を弱らせた。先住民族男性は、経済労働を奨励するグローバル化された資本主義の経済システムにおいて、世帯を支える必要に迫られ、女性の従属と無給な家庭労働に頼らざるを得なくなった。これらの思想は、 多くの労働者によって吸収され、コミュニティに導入された。資本主義の浸透により、性別の役割は、外的要因が、先住民族のコミュニティに強いられる中、だんだんと限定され、二分されるようになった。ヨーロッパ人が到来した以降、男性は労働者で、女性は家事担当者とはっきりと区別されるようになった。先住民族女性主義により、 先住民族女性とメスティーソ女性の協力や接触が増えた。サパティスタが現れた後、多くの協力が起こるようになり、1994年1月の放棄から6ヶ月後、最初のチアパス州女性会議が行われ、その6ヶ月後には全国女性会議がケレタロで行われ、メキシコ32州のうち14州から3000人以上の女性が出席した。 1997年8月、先住民族女性が主催した最初の全国先住民族女性会合がオアハカ州で行われ、女性400人以上が出席した。これらの会議で討議された議題のうち、最も重要なものの一つに、メスティーソ女性と先住民族女性の関係がある。メスティーソが助ける側、先住民族女性が、 助けられる側になることが多いのが問題となったので、あった。サパティスタ運動は、ゲリラ活動が、女性解放を大目に挙げた例としては初である。放棄の時に、サンクリストバルデラスカサスの占領を率いた上、革命女性法の制定にも関与したアナマリア少佐は、インタビューで、普遍的な法律は作られたが、女性の法律はなかった。それで私たちは抗議して、 女性の法律を作成すべきと主張して、そこで要求を出すことにした。私たちは政府に、私たちを女性として認めさせようとした。平等の権利、男性と女性の平等、と述べた。革命女性法は、サナという女性とラモナ司令官がいくつものコミュニティを訪れて、女性数千人の意見を求めた成果であり、1994年1月1日の法規において、 サパティスタの他の要求とともに政府に突きつけられた。サパティスタが放棄した1994年1月1日、サパティスタ民族解放軍は、他の革命処方とともに、革命女性法を発布した。革命女性法は、先住民族女性に諮問して作成した後、先住民地下革命委員会によって、起草、批准された法律である。 革命女性法は伝統的な家父長主導を変えようとしており、チアパスの女性の不満を対処した。これらの法律は、サパティスタ民族解放軍の権力の中心から軽んじられた者に権力を移す試みと同時に行われた。下記は革命女性法を構成した十過剰である。女性は、種族、信仰、肌の色性自身上によって差別されず、 自身の能力と意志によって革命闘争に参加する権利を持つ。女性は労働とその公正な対価を得る権利を持つ。女性は産んで育てる子供の数を決める権利を持つ。女性はコミュニティジムに参加する権利と自由かつ民主的に選出されて指導部に入る権利を持つ。女性は健康と栄養に関する初期治療を受ける権利を持つ。女性は 教育を受ける権利を持つ。女性は恋愛と性のパートナーを選ぶ権利を持ち、結婚を強制されない。女性は家族と他人から暴力や肉体的虐待を受けず、強姦と強姦未遂は厳罰されるべきである。女性は組織の指導部になることや革命軍で階級を持つことができる。女性は革命法で定められる全ての権利と義務を持つ。ネオサッパティスムは ポストコロニアル理論、特にポストコロニアリズムの眼差しに注目している。最初に、エドワード・サイードによって、オリエンタリズムと呼ばれた、ポストコロニアリズムの眼差しは、植民者が元植民地国家の国民を、どう見たかを解釈する語彙である。植民された国を、他者の位置に置くことで、植民者が力のある征服者であるという本性を、樹立し、その主観性を見失わないようにした。 ポストコロニアリズムの眼差しという理論は植民地下の元植民地住民に対する影響とこれらの住民が植民地時代の植民者による差別と終焉化をどう乗り越えたかを研究する。メキシコにおいてポストコロニアリズムの眼差しは主にチアパス州など先住民族が多く彼らに対する差別も多い地域で発展した。 サパティスタは、資本主義のグローバリゼーションの影響について、多くの論点を挙げただけでなく、スペインの植民によって形作られた、長らく信じられたことにも、疑問を示した。サパティスタはグローバリゼーションに反対して、武装放棄、チアパス紛争を起こしたことで知られている。反乱以降、サパティスタが支配した地域は、メキシコの残りの地域から孤立した。 サパティスタは現代の技術が人民に常に圧力をかけることを嫌い、より緩やかな進歩を好んだ。現地住民の多くは先住民族の言語を話し、世界中に広まったスペイン語を拒絶した。サパティスタは先住民族のマヤ文明とその慣習を教えた。公式のメキシコ学校はマヤ族の遺産や先住民族の言語を教えず、サパティスタが邪悪であることを教え、 サパティスタの子供を叩いたことで批判された。サパティスタの学校において、スペイン植民の歴史は、セルタル人の歴史とともに教えられ、個人主義、競争、消費主義、私的所有性などの価値は真剣に疑問視され、コミュニティや結束などの思想が代替となった。授業は、チョルゴなど先住民族の言語で行われることが多い。現地文化は誇りを持たれたが、 サパティスタは同時に、それらを批判して、左翼の理想にかなうよう変更した。例えば、チアパス地域の女性は結婚と多くの子供を産むことを脅迫され、家事担当者として家に残るよう言われてきたが、サパティスタはこの伝統を終わらせ、現地コミュニティに女性主義をもたらそうとした。サパティスタは他人に押し付けず、批判を受け付ける文化でさえあれば、基本的には、 現地文化を推奨している。マルコス副司令官と無政府共産主義のシンボル。サパティスタ運動とその思想は、国際問題や国際政治の概念をあまり重視しないが、それに関する意見表明などはあった。サパティスタ運動は、自身のように世界を資本主義の圧迫から解放する手段として、国際協調主義を支持した。サパティスタ運動は、 世界中の支持者や類似した運動との連携を許しており、たびたびサパティスタ領チアパスの外で募金した。サパティスタ、特にマルコス副司令官はやや反シオニズムの意見を発信している。彼はパレスチナ人の反抗を支持すると表明しており、イスラエルの対パレスチナ政策を批判した。彼はイスラエル軍がほとんどが罪のないパレスチナ人を攻撃する。 帝国主義の軍勢であると主張した。サパティスタ運動は、資本主義が支配的な政局をどう変えていくか様々な立場を取った。サパティスタの革命哲学は幅広く複雑である。例えば、資本主義国家の選挙で投票すべきかの問題について、サパティスタの立場は、資本主義における投票を完全に拒絶、抵抗運動を組織すべきと主張した。 投票すべきかしないべきかは、触れず、組織を呼びかけるのみである。サパティスタは1994年の放棄など、武装闘争に取り組んできたが、その理由は平和抗議が成果を出せなかったためである。サパティスタは、メキシコ政府が人民から断絶しすぎてそもそも正当性がないと、考えた。チアパス紛争などの武装闘争以外にも、別のキャンペーンといった、 平和な抗議活動も行っているが、一部は警察の介入もあり、暴力的になっていった。ありがとうございます。